とこんな感じかしら。お姉様、一体どうしたの？パーティーやるなんて聞いていないよ。いいえ、フランドール。これはみんな私たちでいただくのよ。またどうしたの？お姉様。これから気温が高くなるでしょう。水分を取ることも増えるはずよ。気をつけなければ、むくんだ吸血鬼となってしまうでしょう。そんなはずべきこと、スカーレット家にあってはならないことだわ。でも、なんでフルーツなの？いかがされましたか？お嬢様、妹様。聞いてよ、昨夜、またお姉様が変なこと始めそうだよ。まあ、なんてこと言うの、フランドール。むくんだ吸血鬼なんて、恥ずかしくて外に出られないじゃないの。外に出なきゃいいじゃないよ。それこそこんだけフルーツあれば、みんな喜んで遊びに来てくれるよ。なるほど、むくみ対策でございましたか。そうでしょう。昨夜、むくんだ吸血鬼など、スカーレット家にとっては恥ずべきことよ。確かにむくみを取るのに、カリウムを多く含むフルーツはいいかと思います。そうでしょう、ほら、ご覧なさい、フランドール。ただしお嬢様、もし水分補給対策に対する一環であれば、細胞内脱水のことも考慮された方が良いかもしれませんね。え？どういうこと、昨夜。私たちにわかるように説明なさい。かしこまりました。まず、一口に脱水と言いましても、水分欠乏型脱水と、ナトリウム欠乏型脱水とがございます。一般的によく言われる脱水はどちらなの？水分欠乏型でございます。水分欠乏型脱水は、病気でお食事ができなくなったり、長時間の炎天下の作業の時に、徐々に体液が失われることにより起こります。嘔吐や下痢、怪我や手術による失血などで、体液が急激になくなった場合に起こるのが、ナトリウム欠乏型脱水でございます。それぞれどんな処置が必要なのかしら？ナトリウム欠乏型脱水の場合は、前回お話しいたしました等長電解質輸液、すなわち生理食塩水や乳酸リンゲル液の輸液が必要となります。水分欠乏型脱水の時はどうなの？水分欠乏型脱水の時は、細胞外液だけでなく、細胞内の水分も失われているため、血小より電解質濃度の低い低長電解質輸液が必要となります。低長電解質輸液？一体それはどんなものなのか説明なさい、昨夜。かしこまりました。低長電解質輸液というのは、その名の通り、電解質の浸透圧が、血小の浸透圧より低い輸液のことでございます。以前ご説明いたしました通り、細胞内にのみ水分を送ることはできませんので、細胞内液、細胞間液、細胞外液すべてに水分を送るために、結晶浸透圧よりも低い浸透圧の電解質輸液が必要でございます。あれ？でも浸透圧が低いってまずいんじゃなかったっけ？ですので、実際は生理食塩水と、同じく等長輸液である 5% ブドウ糖液の組み合わせからなっております。なんでブドウ糖なのかしら？ブドウ糖は、血管内から吸収されている間に代謝されて、二酸化炭素と水になってしまいます。そのためブドウ糖液を含む輸液をすると、結果として水分のみが補給されることになるのでございます。輸液の仕組みってすごいんだね。ところで昨夜、さっきから出ている1号とか4号輸液って何なの？生理食塩水と 5% ブドウ糖液の混合割合によって、つまり、電解質の濃度によって1号から4号輸液に分けられております。それぞれどんな特徴があって、どんな時に使うのかしら？教えてよ、昨夜。もちろんでございます。低長電解質輸液は、その電解質濃度の他に、カリウムを含むか否かでも分類されております。なんでカリウムなの？細胞内に多い電解質よね。はい。カリウムの存在は、病態によって心毒性を引き起こす可能性があるのでございます。心毒性？吸血族でも死んでしまうわね。はい。ですから、病態などのわからない時にまず使用するのが、1号液、開始液でございます。カリウムを含まず、生理食塩水に近いナトリウムを含むため、緊急時に第一選択として使用されます。まずはじめに使うから、開始液ってわけね。じゃあ、2号液はどんな特徴があるの？はい。ナトリウムとともに、先ほど説明いたしましたカリウム、リン酸イオンを含みます。細胞内の電解質が不足した時に利用いたします。近年では、代わりになる良いものが多く出てきているので、あまり使われていないようでございます。輸液もどんどん進化しているんだね。3号液はどうなのかしら？ 3 号液は、維持液と呼ばれ、1日に必要な水分量と電解質を元にして作られており、お食事できない時に、水分と電解質の補給維持に用いられます。だから維持液なんだね。最後の4号液はどう使うのかしら？ 6 というのは商品名ですので、気になさらないでくださいませ。4号液は、術後回復液と言います。電解質濃度が低いこと、カリウムを含まないことが特徴でございます。主に水分補給を目的としており、腎機能低下時や、手術後早期に用いられます。一口に低長電解質といっても、使用目的が全然違うんだね。はい、特にカリウムを含むか含まないかは、状態によって命に関わることもございますので、輸液の選択は慎重にする必要があるのです。あれ？じゃあ、お姉様のあの大量の果物は？
適度に召し上がるのはとても効果的だと思いますが、無理して大量にお召し上がりいただく必要はないかと思うのですが。みんなのこと、特にフランドールがむくんじゃかわいそうだと思ったのよ。そうやって人のせいにするんだから。どうするの？あの大量の果物。あ、それはご心配なさらないでください。よう、お邪魔するぜ。何、一体どうしたってのよ。私のためにこんなに貢いでくれるっての？喜んでいただくみょん嬉しいみょん。私もお邪魔するわね。あらかじめ、皆様にお声をかけさせていただきました。さすが昨夜抜かりないね。さあ食べ尽くすわよ。ゆゆこ様へのお土産分ももらっていいみょんか？